んとかできる。あなたの薬で。おう、ちと待ってろ。ほーら、できたぜ。こいつをゆっくり飲みな。すまんの、楽になったよ。いいってことよ、これが仕事だ。肺がやられてたみてえだな。咳止めも練っといたぜ。タバコはほどほどにな、アレクじいさん。ありがとう、アーフェン。いつも本当に。この村は幸運よ。こんな腕のいい薬師がいるなんて。あの、これしかないけど。お代？いらねえよ。それでうまいもん食わしてやれ。じゃ、また来るぜ。見ててくれたか。今日もいい薬作ったぜ。母ちゃんがそっち行って1年か。俺少しは近づけたかな、あの人みたいに。ここにいたか、アーフェン。ヨーゼフ、そっちは終わったのかよ。ああ、今日は2件だけ。君がいるから楽なものさ。これでまともにお代をもらってさえくれれば。けどよ、あの家は孫娘が一人で面倒見てんだ。金とか受け取れねえだろう。冗談だよ。そんな君だから一緒にやってるんじゃないか。村のみんなに薬が届けばそれでいいよ。そうだな。駆け出しだけど、薬師が2人もいるんだ。この村は安泰だね。ええ、どんな病だってかかってきやがるってんだ。頼りにしてるよ、アーフェン。あの悪ガキが立派になって。ほっとけ、坊ちゃん薬師。君の母君も喜んでるよ。そうかな。さて、ニナが帰りを待ってる。おう、早く帰ってやれよ、兄ちゃん。なあ、アーフェン、君とは幼い頃からずっと一緒に勉強してきてね。だからなんとなくわかるんだ。君は近頃何か隠していないかい？アーフェン、
君は、ほん、ゼフゼフ、来てくれ、ニナが。何かに噛まれたような跡がある。アーフェン、君も見てくれないか。の、おう、任せろ。昏睡してる。思ったより深刻だな。ああ、ニナを失いたくない。たった一人の家族なんだ。ニナは今は話せねえ。どうしたもんか。噛まれた跡があるが、何の毒かわからない限り。ああ、誤った薬は逆に命取りだ。どんな反応を起こすか。くそ、一体何に噛まれた。周りを当たってみようぜ。誰か手がかりを知ってるかもよ。ありがとな。なあ、な、ニナが。確か、俺が行ってくるわ。やれやれ。ちょっと。
ニナ。よかった。おう。おお。よう、悪いな。よし。手加減できねえ方でな。さて、よし。ニナ。うん。うん。だから、アーフェン。そんな。
おう。ああ。しっかりな。さて。さて、アーフェン、峠を越えたよ。ニナは解放に向かってる。おお、やったじゃねえか。ありがとう、アーフェン。なんてお礼していいかわからないよ。いいって。苦しむ人がいたから助けたんだ。あ、その言葉。いつだっけ、君が子供の頃大病にかかった時。あの時ばかりは僕の父もお手上げだった。でも通りがけの旅の薬師が薬を渡してくれて、よし、これでもう大丈夫だ。おじさん、ありがとう。どうして助けてくれたの？うち、お金ないぞ。いいかい？苦しむ人がいたから助けたんだ。当たり前のことだよ。俺も、おじさんみたいになれるかな。あの日から君は彼の背中を追ってきた。あの人のように苦しむ人を助けたいって。あったな、んなことも。なあ、アーフェン、君とはそれからずっと一緒に勉強してきたね。だからなんとなくわかるんだ。
この村を出て世界中の人を救いたいんだよね。あの旅の薬師のように。バレてたか。うん、バレてたよ。だけど俺にはこの生まれた村があんだよ。ゼフ、お前の腕は知ってる。俺と同じ、いや、ちょっと上かも。けど俺がいなくなったら、一人で村を見ていけんのか？それに俺がいなきゃ、誰がゼフをからかってやるんだ？誰がゲルタスの愚痴を聞いてやるんだ？メリルの恋話はどうだ？うん？全部僕が引き受けるさ。大丈夫、何も心配いらない。僕が命に代えて村を守る、約束する。だからさ、行っておいでよ、アーフェン。君らしく胸を張って。行ってくるぜ、母ちゃん。俺にどこまでやれるかわかんねえけど、あの恩人さんみたいに大陸中の人を救ってくるぜ。しっかり見ててくれな、アフェン。よかった、やっぱりまだここにいた。なんだゼフ、見送りならいらねえぞ。餞別を渡そうと思ってね。つまらないものだけど、僕のカバン、よかったら使ってくれないかい？君がどこかで薬を作るとき、僕もいつも一緒にいるよ。やれやれ、本当につまらねえな。それしか思い浮かばなくて。まあ大事にしとくぜ。じゃあ、俺のも使ってくれるか？ああ、もちろん。大切に使わせてもらうよ。そんじゃ、ま、行ってくるわ。行ってらっしゃい。